行くぞ花形。来い星君。行くぞ大妻。来い夕馬星。行くぞサモン。っていうかサモンじゃねえし。パチンコ巨人の星いよいよ開幕。皆さんこんばんは。プロ野球ニュースの時間です。45円引き。僕は今猛烈に感動している。ひなカードお得通。でしか10万円一石ひなカードダブルお得だ。さらにチャンス。僕はスイカを食ってる時が一番幸せです。スイカ、はい、発撃。スイカ大好きなんです。タクロさんがスイカを召し上がる時っていうのは、1個で売ってるものを半分で売ってるものを、はい、うん、もっとカットされてるものとかあるじゃないですか、うん、僕は8分の1にこうカットしてあるスイカを買って食べるんですけどね。8分の1、うん、僕ね、あの皮の近くまでかじりつくのが好きなのよ。皮のスレスレ、ね、赤いところから次カブトムシゾーンですね。カブトムシゾーン
んだよね。あそこのゾーンのギリギリのところがもうちょっといけるかなとかいけないかなとか、あのスレスレをこう探ったりしてるの、あとね、変態かな、あの種があるじゃない、はい、種が結構ね口の中に入ってくるのがね、あの快感なの。それちょっと多分変態だと思うんですよね。変わってますよそれ。口の中で、口の中でそのスイカの実と種をこう分けるのが楽しい。これで種だけをポッポってこう出すときに、うわなんかやった。ポッポって出すんですか。ポッポってこう種を。なるべく種をない状態でいきたい。だから種の少ないスイカが好きだろ。俺は多くてその種と実をこう取り分け口の中で分けて、で種だけをポッポっていうのがもう。じゃあ拓郎さんの中で黒い種はもちろん種じゃないですか、うん、そうそうそう、黒じゃなくて白身の白い種あるね、ある白い、うん、すげえすげえ並んでるやつらいるじゃないですか。あれはいっぱいある。あれは種ですか。あれ種なの。あれがあれもポッポですか。あれもあの黒と一緒のような扱いをしてあげるの。まあ夢は大きいもの持ってたんだけど、最初に入ったとこがさ、通信販売のエレックレコードってとこだったんですよ。で、はい、そこのエレックっていうところね、あの紹介してくれるミュージシャンたちがね、ジャズのおじさんたちとか、当時俺にとってみるとそういう古い人なわけ、うんうん、でそういう人たちに曲をギターこうやって弾きながら曲聴かせると、すっげえびっくりするようななんかわけのわかんないアレンジになって帰ってくるわけ。それがでその俺はもう何のことか全然わかんないで、とにかく言う通りに会社の動いてたわけ。だからアレンジとかも最初に出したその一番最初に出した青春の歌とかいうアルバムあるんだけど、ひどいの、今絶対聴きたくないアルバムが出てんの一枚。寂しがり屋なのかな俺、一人でいるとなんだか知らず寂しくなるのさ、そんなことってあるだろう、君たちだって俺ってみんなと同じ寂しがり屋なのかな、怒りん坊なのかな俺、小さなことになんだか知らず怒ってしまうのさ、そんなことってあるだろう、君たちだって俺ってみんなと同じ怒りん坊なのかな。何かが欲しいんだな俺、儚い夢をなんだか知らず信じてしまうのさ、そんなことってあるだろう、君たちだって俺ってみんなと同じ何かが欲しいんだな。頑張ってヒューマン、負けないでヒューマン、好きよヒューマン。パチンコ巨人の星いよいよ開幕。